ットコンで、取り付ける。そこで知り合ったアメリカの画面作った人たちの本職ということで、知り合いになって、スピードバックはまだ、まあ、ちょっと、まあ、だから見学なんかに来た人にこういうものをあげるかで、決してレプリカではなく、オリジナルの作品なんで、これをここにつければ、あなたも今日から MR が来るよ。ただし、こんなセットを一体どこで使ってるんだという、お前らまさか、失敗で坂本やったらしい。そういうことなんですが、まあ、とりあえず、橋なんで、ガレット店さんの位置と、まあ、深海生物、潜水作業艇の話に盛り上がっているときに、まあ、お題付きなんだな、前回のやつにと遅れたものですね。で、そこで、引き連れた放射線の話すことになって、ここからは、また先になるんですが、その NRM のことが言うことになるんですね。NRM のガレット店さんは、こんな会計になれば、いくらで提供するよと。そんな国家機密に当たるようなものをそんなおっぴどりとあげたっていいのかと思うんですが、これがまあ宝の世界の感染資料が続いてた時なら一文にもなくもらってくれとわめくところだったんですが、ちょっとあっちの方と失礼しておりましたので、ちょっと伺うことになります。そうですね、実際に着底して、いろんな意味で変な潜水艦だし、こっちも知りたいことは山のようにあるんで、外形詰めが手に入るものならぜひというところなんですが、そうだね、7月ぐらいで。どうぞ。私はそうですけど、あの、トレオンシャッチという意味で、